先日活動を一時休止を発表したシャイニーはメンバーオーニュが近況を伝えた。オーニュは12日午前自身のインスタグラムにキャプションなしで新しい写真を掲載した。公開された写真には展覧会で絵画を撮影するオーニュの姿が収められている。ファンは彼が元気で明るい笑顔で日常生活の瞬間を楽しんでいることを知って嬉しいです。彼は白い T シャツにピンクのデニムジャケット、クリーム色のパンツ、アクティブなスポーツシューズを組み合わせた非常に明るい色の服を着ています。昨日報告したようにオニの以前のいくつかの写真には彼の憂慮すべき体重状況が示されています。以前に共有された写真では彼はかなり痩せているように見えます。しかし私の意見では今日のオニの写真はかなりよく見えます。ちょっとの角度のせいなのか、それともファンを安心させるために意図的にインパクトを与えたのかは分かりません。しかし将来は全てうまくいくことを願っています。オニは9日健康上の理由により活動を一時中断することを発表した。所属事務所 SM エンタテインメントは、オニュが体調不良のため診察と健康診断を受けた。その結果、医師は治療を受けて回復するために休むべきだとアドバイスした。オニュとシャイニーのメンバーと慎重に協議した結果、オンユをしばらくお休みさせることにしました。一方、最近デビュー15周年を迎えたシャイニーは26日に 8ETH フルアルバム HRL でカムバックし新たなショーを開く。アルバム発売に先立ち23日から25日までの3日間ソウルオリンピック公演とスプレーンオールドデータ OME で6回目となる単独コンサートシャイニーワールド VI パーフェクトイルミネーションを開催する。